さんお久しぶりです。はーい、お久しぶりです。元気でしたか？いつぶりやろ。もう何日、2週間ぶりぐらいかな。10日以上動画多分上げれてないと思うねんけど、はい、誰の車？いつもと違う車からお送りしてます。はい、はい、何があったのでしょうか？っていうのもですね、はい、私たちの車が病気になりました。病気っていうんかな、どうですか？全治何週間ですか？今入院中なんですけど。はい、お医者さんの話によるとですね、はい、もう治らないですね。めっちゃ明るく話すやん。はい、たっくんが仕事行って帰ってくる時やんね、高速道路で。うるさいな。ちょっと静かにしてもらって。そう、まあ仕事行って、うん、あの車でね、うん、じゃあ突然ですよ、はい、エンジンがぐる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 ってなって、うん、困ったわけですよ。はい、はい、でね、まあ保険に入ってるから、まあ自賠責のあのレッカー読んで運んでもらって、じゃああのその先の車屋さんの人がもうエンジンがいっちゃってるから、これはエンジン積み替えになると思うよっていう話で、でまあ、うん、エンジン乗せ替えるか、うん、まあ、買い替えになるかっていうところで、うん、まあ、ちょっと今知り合いっていうか友達の車屋さんに、はい、預かってもらってて、はい、その間にね、あのいろんな車屋さんに電話したりディーラーに電話したりして、うん、まあね、何が一番いいかとかどれぐらいになりそうかとかいろいろ聞いてんけど、うん、まあ新しく変えた方がいいんかなっていうのが今のところの私たちの気持ちね。はい、まあでもちょっと車見てみな分からんし、これからちょっとタックのその友達の整備士の人、まあ自分でねお店やってる子がいるから、その子のところに置かしてもらってるから、はい、そこに行ってちょっといろいろ話して最終決断をしたいと思います。はい、だから車は私たちの我が子に、なそれ、あれいつやっけ、まあそれも2週間ぐらいやんな、うん、2週間ぐらい会えてないねんな、うん、うん、だからちょっと会いに行きたいなと思います。はい、はい、悲しいお知らせです。行くぞ行くぞ行くぞ。そんな楽しい感じ。マジで悲しい感じね。もう毎日どうしようどうしようやんな。はい、嬉しいと悲しいやわ。2週間ぶり？そうやな。やば。ようこんなところに頭から止めてくれたな。エンジンかかったって言ったもん。うん。いやー久しぶり。スクラップするとしたらだからあれだ。そうそう、エンジンとかちゃんとついてて車転がせる状態であれば。なんでもいいと思う。うん、転がされへんくても最悪こうやって上にワイヤーつって持って行ったりしはるけど、めちゃめちゃ手前。これほら運転して連れて行くと思う。スクラップ場まで。うん、あのレッカーのやつ、関車で行くの。ああ、関車に積むのに。ああ、なるほどね、うん、せっかくエンジンなんとかかかるから。オッケーオッケー。うん、でハンドルとか取ってもいいけど、ノーマルがあんのやったら。ノーマルある適当に、まあ、戻して、うん、でシートカバーとかもできればそのまま、もう一回キャラバン買ったんやけど、うんうん、使い回したりして、それも全部取っていい。それも取ったり、 ETC とかも取ったりして、うん、悲しい。これってなんかパーツなんか売れるやつかな、どうなんやろな。自信はあったね。ほんま
まやぐっちゃぐちゃやん。なんでそんなにぐちゃぐちゃになってんの。ああ確かに椅子のとこもさ、なんか見てくれてるからちょっと。あーこれ外したりしたの。あー汚い。わあ2週間ぶりはほんまに久しぶりや。これ見たん。そうだな。めっちゃ悲しい。やばいな。あれ果てたわ。空き家みたいな。つらー。まあでもね、この家具全部取り出して積み替えれるように頑張ろう、たっくん。そうやな。なあ。まあね、こういう何シートカバーだとか、うん、こういうハンドルだとか、うん、パネルとかも、まあもし同じ車やったら。そうやな、せっかく木目塗装一生懸命したもんな。取れるもんは取ってもう一回再利用したらいいよな。そうやな。うん、このカーテンもう一回作るのむっちゃ嫌やもん私。確かになあ、こういう細かい一つ一つがマジで時間かかるから。そう、まあもちろんキャリアもそうやし、その後に使えるもんは使おう。なあ、どうよどうよ。見てわかるもんではない。こんなん私ら見て分かってたらこんなことに乗ってんのはいいよな。うん、でもどこの部分がどうなってんやろうね。とにかくパックのお友達の話では、走りながらオイルを何ん、オイルが多分なくなってて、一緒にガソリンと一緒に燃えて、うん、であまりにも極端に減りが早かって、うん、でまあ俺たちもなくなってないもんやと思ってたけど、うん、まあ、実際にはすっからかんやったから、はい、引きついてしまったと。だから、まあ、オイルランプとかもね、ついたり消えたりする車やったから、うーん、勝手にそんなすぐなくならんやろっていう、まあな、そうやな、確認したらよかったんけど。そうやな、そういうのもあって目視でちょこちょこ見なあかんかったんやな。はあ、古い車、中古車、安い車、なんて言ったらいいか分からんけど、それを乗る上でやらなあかんことがいっぱいあったってことやな。そうね、ちょっと考えが甘かった。勉強不足、無知、何か分からんけど車のこと分からんすぎた。はい、あーせっかくこれこの前やり直したのに。外して付け替えろ。ここだけ絶対やろ。同じキャラバンやったら、え、ほんまや。はいはい、っていうことで、うん、まあこれからこの車を、まあ、まあ廃車にするしかないよね多分ね。整備士の人がそう言うし、まあディーラーさんにも聞いたし、ほんまにいろんな人に聞いたもんね。エンジン乗せ替えれるけど、エンジン乗せ替えるとしたらやっぱ50万円ぐらいはかかるし、ディーラーやったら60万円ぐらいって言われたし、まあ、それやったら新しく買った方がいいよってもうみんながそうやって言ってくれてるから、まあそれを信じて、まあ、自分たちの中でも何点か車を買って後でこの旅をしてる間で後悔してる点があって、うん、一つは窓付きの車にしたらよかったなっていうところ、ね、うん、でもう一つは四駆、うん、私らの車は肉やから、まあ、四駆にした方がよかったかなっていう2点をまあ、すごい後悔してたから、うんうん、まあ、悲しい、ほんまにこの車とお別れするのはもうすごい思いがあるからさ。そう、ね、悲しいけど、うん、まあアップグレードすると思ってかな、新しい車を探そうかなと思います。はい、はい、ってことでちょっとね、これからは車探しで、まあ、家具は同じこの車のタイプを買えば、うん、そのまま中身だけ積み替えて、まあ、この電気とかカーテンとか全部、そうね、内装はそのまま入れ替えようかなって思ってるんやけど、うん、もしちょっと車体の中が長くなるとかあったら家具一つだけ作り直すとかになるかもしれへんねんけど、うん、そんな感じでせっかくこれすごい愛情込めてね作ったものやから、うん、使えるものは全部使おうと思ってます。はいはい、そんな感じ。まあ突然来た嬉しくない、理由があるっていうか、うん、本望では全然ないねんけど、
まあ、ほんますごい学んだね、いろんなことを。そうだね、いまだにほんまにそれで合ってんのかってちょっと思うけどね。今日の夜とかもほんまに廃車にしていいんかなって思っちゃいそう。だってあの距離としては15万キロしかこの車走ってないから、うん、まあ、まだまだ全然現役で走れる距離、うん、まあ、ちゃんとメンテナンスしてさえいればっていう気持ちはやっぱあるよね、うんうん、でもやっぱね、うん、タクの友達も言ってたけど、もともとの持ち主さんがそれを怠ってて、うん、まあ、私らが買った時点からちょっとその車の状態としては良くなかったかもしれへんと、うん、まあちょっと当たり外れで言うと、まあ、外れに近い方を引いちゃったかもしれへん、分からへん ね、 そうね。その後の自分たちのメンテナンスもやっぱり良くなかった。車に詳しい人やったらもっともっと長く乗ってあげれたかもしれへんし、こればっかりはちょっとたらればになってしまうし、どれが正解か分からへんけど、はい、うんうん、これのこの教訓を生かして、はい、はい、次。あこんな嬉しくない、次ないよね。いやー、時間かけてやっぱ作ったしね、ここでずっと長い時間過ごしたしね、うん、思い出がやっぱいっぱいあるから辛いな。どうする、次何色にする。まあね、楽しんでてもしょうがないし、もうこうなってしまったから、はい、まあ前向きにじゃないけど、はい、まあ、もっと快適に、うんうん、ちょっともうちょっとこうしたらよかったなっていう点とかよく考えて改善しながら、はい、また新しい車をね、はい、作ろう、はい、はい、ということで今日は車を廃車、車とお別れすることになりましたという報告でした、はい、ね、ちょっと長い間ね、本当に動画編集、うん、配信も止まってたから、もしかしたらどうしてるかなって思ってくれてた人もおるかもしれへんからね、うん、ちゃんと報告できて、まあ、こんな報告になっちゃったんですけど、はい、はい、これからも見てもらえると、応援してもらえると嬉しいです。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。あー、なんか悲しいな、めちゃくちゃ悲しいな。とりあえず今すぐ取り急ぎ必要なものだけ出してね。冷蔵庫の中とか何も入ってないっけ、見とかなあかんな、見とかなあかん。いやー、まさかほんまにこんなことになると思ってへんからさ、なかなかないよね、人生で車が潰れるっていうか、その再起不能なくらい潰れるね、事故もしてないやつ、ほんまにこの車に申し訳ない。ああ、うん、もうちょっとちゃんと仕上げればよかったな。うん、もっと詳しければ自分のせいやと思ってる私は。うん。